はい、皆さん本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。風太を講演にさせていただきました渡辺修です。ようやく本当にこの東京で、公開されるということで非常に嬉しく思っておりますし、先ほどみんなで話してたんですけども、もう約1年前、ぐらいに撮影して、ようやくこうして皆様のもとにお届けできるということで、この「ペルセポネ」っていう作品自体は僕の中でも、すごく、環境が変わっ私自身環境が変わっいろんな環境が変わったタイミングでもあったので、なんかこう風太としても渡辺修としてもなんか新たな一歩を踏み出したような、そんな「ペルセポネの涙」という作品はなったのかなというのは、思っております。本日はよろしくお願いいたします。剛力さん、お願いします。はい、皆さんこんばんは。みのり役を演じさせていただきました剛力彩芽です。今日は本当にお集まりいただきありがとうございます。ちなみに今すごいここ移動してくるまでにすごく雨降ってきたんですけど、皆さん傘持ってきましたか？大丈夫ですか？ね、気をつけて本当にまずは帰っていただきたいなとも思いますし、本当に私自身ね、先ほど周さんもおっしゃってましたけど、1年前に約1年前に撮影して、去年の11月に公開、長野で公開して、長野県で公開して、こうして今この約1年、撮影から1年ぶりぐらいに東京に行って、なんかこう長く、でも言っても映画って1年後に公開とか大そうで体す撮影ね、から大じゃ体ないそでんすなか。もんなんですけどね。なんですけど、なんかすごくこうあったかい卵のような感じというか、なんかこう温めてるわけじゃないのにすごくあったかくて、多分この感覚ってこう、これからまた思い返して自分自身でも見てみたら、なんかすごく大切な思いが詰まってる作品だなって思えるような、本当にみのりという役は正直始まる前からも撮影してからも結構難しいというか、あと公開前、皆さんに映画を見ていただく前にこう話してしまうといろいろネタバレをしてしまうので、すごく説明のしづらい役っていう難しい役でもあったので、なんかこうしてまた改めてこの役、みのりっていう役を通して、なんかすごくこういろんな思いというか、いろんな変化をその多分年齢ごととかに感じられる作品になったんじゃないかなって、その「ペルセポネ」の映画自体がそういう作品になったんじゃないかなって私自身思っております。皆さんにもそういうふうに届いたらいいなと思っております。今日は短い時間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、そしてメガホンを振るわれました磯部哲平監督、よろしくお願いします。ペルセポネの涙の監督をしました磯部哲平です。ありがとうございます。ちょっと話しますぎて何喋っていいか分かんない。よかったですね、1年経って東京で公開されて感無量です。よろしくお願いします。ありがとうございました。この今の雰囲気でですね、映画作りのその厳しい時間帯もあったと思うんですけれども、非常にこう和やかに進んでいったのではないかなというふうに思っております。実は弊社の関係者も何人か出たんですけれども、私は歩行者 A にも選ばれず、本当に残念な思いで、私のことはどうでもいいんですけれどもね、まずはですね、本当にありがとうございます。去年の4月ですけれども、東京、今日もそうだったんですけど、全くこう暑さも違うし、風景も違う場面での、役だったと思うんですけれども、渡辺さん、最初に信州の千曲市が舞台でございますけれども、第一印象いかがだったですか？千曲市ですか？やっぱり棚田ですよね。棚田がもう本当に広くて、もうこれご覧になったんですよね、今ね。見て分かる通り、棚田がのイメージがすごくてですね、あと千曲川の、なんていうのかな、澄んだ水の感じとかですね、やっぱり僕も田舎育ちですので、その辺こう、なんていうのかな、風太としてもすごく親和性があった、そんな土地だったのかなというのはすごく大好きな場所でしたし、その辺はすごいなんか帰ってきたなっていう感じもしました、そうなぜでか。すか。映画の中で、その千曲市を舞台に運命的な出会いを2人はされるわけですけれども、渡辺さんと剛力さん夫婦の役、どんなふうにこう役作りをお二人はこうしていかれたんでしょうか。なんかいかがですか。役作りっていう役作りは役作特りに。してないですよね。 なんかもともと撮影入る前に事前に。事前にお芝居、なんだ、リハーサル。リハーサルしましたね。リハーサルやらせてもらえてたので、それはすごくありがたかったなっていう。言っても夫婦なんですけど、そんなに会話多くないんですよ。ほぼない。そう。ほぼないかもしれないですね。でも
2人のシーン結構アドリブでやらせていただくことがすごく多かったので、それはなんかある意味いい空気感っていうか、なんか自然に生まれてきたものはすごくあったかなっていうのは、最初に前半に本当そのシーンほとんど撮ってしまったので、仲いいシーンを撮って、撮らせてもらえたので、それは、あの今アドリブが多かったって話がありましたが、その辺は監督、何か意識されたりは、まあでもリハーサルね1回しかできなかったし、なんか最初の方に2人のシーンをね、仲いい時のシーンをこうスケジュールで持ってきて、でも追加でしたよね。そうですね、花火とかその場で追加のシーンでしたもんね。いや、なんか仲良くなってほしいなと思ってでこう仲いいシーンをどんどんその場で追加してって、こうアドリブでやってもらったって感じですね。前日にこう追加台詞が出るっていうのが結構多かったので、あの実はあの台本に載ってないページとかもいっぱいあるんですよね。あと天気も結構変わりやすかったので、その辺は結構臨機応変にやりましたね。そうですね、巻き割りとかもいきなりやってもらいましたもんね。そうですね、やはりそう夫婦役ということでありますけれども、まあね、お二人としてはまあ初めてということですよね、はい、ですからやっぱりこう接近する場面といいますか、距離感を縮めるというのも大事なんでしょうかね。独特の素人の私が言うのもなんですが、いかがでしょう、はい、お二人。え、何でしたっけ。え、何でもないですね、はい、そういうシーンを最初に作っていったのかなっていうふうに監督さんがっていうのも思うんですけれども、何かお二人でこう話し合ったりした場面っていうのあったんですか、ご相談というか。もう本当に先ほども述べさせていただいたように、何かこう演技プランでとかっていうよりも、あのリハーサルが本当に結構大きくて、まあ、ミノルってミノリね、ごめんなさいねごめんなさい、ちょっと時間が経ってるもんねミノリっていうものと、まあ、フータっていうものを、まあ、お互いが多分それぞれそのリハーサルに持ち込んで、多分各々が感じた、あ、こういう人なんだっていうのを受け取って本番まで多分練ってきたと思うので、なんか特にないですよね。特になんかこうしようみたいなのは改めては話してないですね。結構多分その辺は監督が、あの結構生っぽいのが お好きな方なの で、 そ、 で、ね、その辺は多分意識されてるんだと思います。あんまりこうあの予定調和になってしまってもしょうがないので、なんかみのりはなんかリハの時喋りましたね、みのりはもっとね、今時こうなんて強い女性にしたいよねみたいな、なんかもともとあったんですけど、脚本がそれをちょっと変えた方がいいんじゃないかっていう話をしましたよね、こう気がしますした気がします。1年前のあれだったんででもなんか実りについてはすごいたくさんお話しさせてもらった。なんか元々のやつがもうちょっとこう三つ指立てて後ろでみたいな、ちょっとそういうやつやったんで、いやそうじゃないんじゃないかみたいな、もっとこう、時代を超えて追いかけていくわけやから、実は強いんだみたいな話をしたような、しなかったような、しましたね、したね、しました、しました、まああの千曲市というのは、まあ、長野県はですね77の市町村があるんですけれども、その中で、まあ、千曲市ということになったんですけれども、どうでしょうお二人、まあ、1年まだ経ってないと思うんですけれども、あの、まあ、撮影の中でのですね思い出エピソードなどを語っていただければななんて思いますけれども、いかがでしょうか。スクリーンには映っていない部分で撮影エピソードなどがありましたらお話しいただければと思いますが、いかがでしょうか。なんでしょうね、まあ、細かいことは多分いっぱいあって、何がありましたっけ。何例えば、まあ、風鈴を僕が実際割ってしまっているとかあの裏で2個しか存在しこの世に2個しか存在しないあの大事な風鈴を僕が初日で割ってしまったっていうエピソードだったりとか、あとそうですね、なんだろう、ドローンが水没しましたね、木にぶつかって横一でこう撮ってる僕たちが最後走ってるところですね、ドローンが一回、何回走るんだろうって思う、すごい走って、結構坂なんですよあそこ、ですよね、結構走って最終的にはドローンがね、ドローンが沈没して、あと赤ちゃんは泣き止まなかったですね。そうですね、最後に赤ちゃん出てくるんですけど、あれ初日断念したんですか。初日雨降って断念したんですよ。 その時はまだ調子良かったんですけど、1週間後ぐらいにお会いしたらもうずっと泣き続けて、でもやっぱすごいなと思ったのが、やっぱ剛力さんの元にいるとすごい
比較的穏やかなんですけど、僕とか監督に来るとやっぱり異常に泣くんですよね。仮面ライダーっていう、やっぱりまだちょっとこう、はい、幼すぎたのかなっていう、はい、感じですけどね。ああ、はい、そうだったんですね。いや、改めてですけれども、長野県は実は移住したい、まあ、特に東京だったり大阪名古屋の皆さん、都会から移住したい皆さんの、まあ、都道府県ナンバーワンだったりもするわけですけれども、実はそうなんですけれど、いかがでしょう、本当実際にいずれ農業されるっていう思いなどはいかがでしょうか。思いなどはいかがですか。などはというふうにちょっと、僕の夢なので、はい、僕の夢です何を栽培されたい。何を栽培、そうですね、まあ、株とかですかね。あ、株ですか、はい、ちなみに長野の方いらっしゃいますか今。あ、いらっしゃらない。でも東京都内の方が多いのかな、おそらく。東京の方、お手を挙げていただいて。あ、そうですね。でもおそらくこう東京の方が近くなったって方もね、おそらくいらっしゃると思うんで、まあ、長野ってそんなね、一番住みたい県県なんてことですか。はい、もうすごい。でもそんなやっぱ印象を受けました、本当に、うん、ロケしてて。ゴリックさんいかがだったですか。そうですね、皆さん温かい方ばかりでしたし、あと空気やっぱり綺麗ですよね。空気すごく綺麗。そうですか。え、そんなことないですか。いや、いつも吸ってるもんで分かんないですよ。羨ましい、羨ましいぐらいです。あと多分絶対水も綺麗ですし、やっぱりその自然と一緒に 共存するにはすごくいいって言っても、東京からもそんな遠くないじゃないですか。全然遠くないじゃないですか。なのでそう思うと私は農作業すごく憧れますね。農業やりたいですね、はい、第二のふるさとにぜひ来ていただければなと思いまして、ね、お三方に。特に磯部監督もなんか農業似合いそうなので。あ、もう柊君と一緒にやろうと思いますはい、もうそういう算段はついてるんで。あ、そうなんですね。じゃあまさにこの映画がまた運命というか皆さんの出会いの場でもあったということなんでしょうかね、渡辺さん。はい、ね、運命、農業にと関わるということですかね。私司会下手くそですね。いやいや、そんなことはないですよ。でも、まあ、このなんていうのかな、作品にもあったんですけども、やっぱ風太っていう青年はやっぱ都会の仕事に疲れて、まあ、ストレスに苛まれて、まあ、こうやって長野にたどり着いたっていう意味では、まあ、先ほどおっしゃってたようなその魅力度的な部分、第一位に選ばれてるっていうその長野っていうのは、やっぱこうおのずと自然だったのかなっていうか、やっぱそうやってこう疲弊してる若者が自然に流れ着いたのが、あのやっぱ川が綺麗で、まあ、空気の澄んでるね、当たり前のように吸ってる空気かもしれませんが、素敵な長野県にたどり着いたんだなっていうのは、やっぱこのすごく作品の中に踏襲されてるんだなっていうのを見てて思い、やってて思いました。小力さんも、まあね、時間帯が当然こう撮影というと不規則かと思いますけれども、信州のあの千曲市の風景で癒された場面というのは改めてありましたでしょうか。人柄という話もありましたけれども、はいはい、本当に撮影していてすごくみのりというキャラクターになんかあの空気感が合ってるというか、あそこにやっぱり降り立って、あ、みのりってこういう感じかってイメージがすごく湧いたんですよ。それまで正直あんまりみのりって実際強いと言っても、そのただただ強いだけじゃない、やっぱり柔らかさとかなんかそういうのをすごく持ち合わせてる場所だなっていうのをすごく感じて、あの本当に冒頭に出てくるあの屋根の上に乗ってるシーンとか、はい、ああいうところでやっぱり自然と本当に空気を感じられるというか気持ちよくなれるので、それだけで本当に私自身も、あ、いいなこの街って思いましたし、それがやっぱり実りにも反映されてるんじゃないかなっていうのはすごい感じます。まあ、あの地元の皆さんとのこう関わりというのは ありましたか。地元の人結構出てくれてて、エキストラの感じで70人80人とか出てくれて、普通にどんどん役付きになっていって、こうスナックのセリフあるとことか、ああいうの全部こう地元の人なんで、皆さんうまかったですね。すごい自然ですよね。あの宴会の家での宴会のシーンとかね。そうですね、いや本当にもう皆さん自然に、なんか一番楽しんでらっしゃってたのがすごく嬉しくて、はい、なんかこう芸歴とかそういうものって関係ないんだなってその時やっぱ思いましたし、やっぱ一番こう地元に馴染んでらっしゃるから自然なんでしょうね、おそらく。うん、その辺やっぱすごい
多大な力をお借りしたんだなって思います。そうですか。意外と長野県人というのはですね、特に北の長野県でかいもんですから、長野と松本でもやっぱりこう気質が違ったりするんですね。もうあの長野と松本の距離が実は、石川の金沢市と富山県の富山市の距離ぐらい違うんですよ。それでもまだ長野県の半分なんですけれども、まあ、特にあの長野の人は街頭インタビューなかなかしてくれないんですけど、でも結構目立ちたがり屋っていうのがなんか分かったなっていう気もしましたけれども、優しい方多い方ですかね、やっぱりお年寄りの皆さん含めて。いかがだったでしょうか。いや、あの山のシーンとか全部やってもらいましたもんね。あの山に埋めるシーン、地元の、そうですよね、山に埋めたいんですって言って地元の人がこうガガガガって持ってきてすぐ埋めてくれましたね。すぐに埋めてくれたんで埋めたんですね、うちのアナウンサーを。はい、ああ、それ得意なんですよ、やっぱ土いじりが。東京の皆さんの前ですから言えますけれども、そういうことなんですね。ありがとうございます。この後まだあの東京で の映画これ続きますけれども、ぜひ皆さん見ていただきたいと思いますけれども、あ、もうこういう時間になってしまうんですね。あの皆さんフォトタイムはこの後しっかり撮りたいと思いますけれども、最後にですね、お一人ずつ、まあ、改めてですけれどもお言葉をいただければと思いますけれども、渡辺さんからお願いいたします。はい、本当にですね、この映画、まあ、僕たち約1年前に、まあ、みのりとふうたという役をいただいてですね、長野県の皆様にお力添えをいただきながら、しっかりと頑張った作品でございます。ようやく東京でも公開されて、まあ、ぜひもしよければですね、まだどん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 ですね、全国展開もしていければと思ってますし、まあ、この作品が発生して、例えばまあ監督の下でまたね、たくさんいろんな作品ができるようにですね、僕も頑張ってこれから精進していこうと思いますので、プレセポネの涙、まだもう少し公開続きますので、ぜひ皆さん、何度でもよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。はい、皆さん今日本当にありがとうございました。あの本当にまずこの状況下の中、撮影長野で全部撮影させていただけたこと本当に嬉しく思っていますし、無事に長野県で公開されて、こうして今東京でも公開になって皆さんに足を運んでいただけたこと本当に嬉しく思っています。ありがとうございます。ただ本当にこの1週間の中で結構苦しいね、状況がまたいろいろ増えたりしていて、あの改めてあの、ね、私たちは本当に作品を通してこう皆様にお伝えすることが一番なのかなっていうのは正直思います。あのやっぱり大切な人を大切にすることだったり、まあ、もちろん自分自身もそうですけど、本当に思いを伝え続けることだったりとか、勇気を持つことだったりとか、あのそういうことを皆さんと一緒に本当にこれからも力を合わせてできたらいいなと思っております。少しでも皆様の笑顔だったりとか愛情だったりとか、そういう心に何か残るものをこれからもお届けしていけるように頑張ります。本当に今日はありがとうございました。あ、今日はありがとうございます。とね、東京じゃないですか、公開脚本家がいるんですよ。ペルセポネの涙のあそこに脚本の人がいて、あ、ちょっと立っちゃって立ってみてください。あ、あの方が脚本なんです先輩なんですまた頑張ります。いや、なんでこう生っぽい芝居をこうあの長野でやって、それを夜ホテルで電話してこう2人で喋って次の日送るということを永遠とやっておりましたけどいや長野であのやっぱ合宿やったから良かったかなと思って、あのすごい自然の中でこう2週間3週間一緒にできたのが幸せでした。まあ、これから上映続くので、こう拡散の方お願いします。ありがとうございました。